はい、本日で日本を元気にする秀華堂の田中でございます。ね、芸術新潮がね、新しいのが来てですね、もう早いですね、1ヶ月経つのが、もう6月かよっていう感じでですね、1ヶ月ぐらいずっと、こう1ヶ月半ぐらいですか、ずっと、まあある意味ってコロナショックでね、家に閉じこもってたわけですけどね、なんかもう1ヶ月も経ったのっていうような思いもございます。で、これ今回の芸術新潮は6月号で、なんと肉筆浮世絵の特集なんですね。これね、なかなか面白い特集です。で、正直言ってもう内容濃すぎて読みこなすの大変。これ今の芸心ってね、逆に良すぎて全部読める人ってどのぐらいいるんだろうって特にね、まあ、ちょっとどうしても肉筆浮世絵っていうと半ば学術的になりやすいですから、なおさら読むのちょっと大変で、でもそれでも中身はやっぱりどのこういう本よりも面白くて内容濃いですよね。まあそこでちょっとですね、簡単に読みこなせるように、今日は紹介していきたいと思います。どこから行こうかな。まあ、まずはこの表紙の前振りね、ということで、肉筆浮世絵、私どもね、扱ってます。もう大事にね、販売も買い取りもガンガンやってますので、ぜひこちらの電話番号と、QR コード、これ LINE の QR コードです、ぜひお使いください。はい、ありがとうございました。